24日の土砂崩れで60代の男性作業員が巻き込まれたとみられる秋田県湯沢市の道路工事現場では二次災害の恐れがあるとしてきょうも捜索活動が行えずにいます警察などによりますと土砂が崩れた現場の数か所から水が出ているのが確認されていてさらに土砂が崩れる恐れがあるということです 秋田県内はきょうも雨となっていて川の氾濫や堤防の決壊で被害が出た由利本荘市や仁加穂市など各地で厳重な警戒が続いています。